王子市は昔からお祭りが盛んな町で知られています。山車の上で演奏される曲目も、舞台の上で演奏される曲目、すべて林については同じでございます。ただし、舞については舞台林の方がテクニックと、そして緊張感は要求されるかと思います。祭りの中でも岩屋は仮設の櫓や舞台を作り、大太鼓、小太鼓、以降、忍笛、当たり金で技巧的な曲を奏で、一日中演奏する林です。これからは、岩屋市の伝統芸能の妙技をとくとご覧ください。やってるかなと思ったけど、こんなにしてやってると思わなかった。左でこっちにほら左って書いてあるんだけど、ここの甲に合わせて作ってるわけ。ここに合わせて、だからこれが左側だけど、これがすっぽり2人で踊ってるように見せなきゃいけないで、よそはそれができないから、全部ここにくっつけたまま、おかめとよっつこで離さない。